みんな、ファニーボーンの歌始まるよ。ファニーボーン、昔後輩に10回クイズをしたんだよ。マジそれ。ピザ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 ってやつをね。そして後輩にここはって聞いたんだ。なになに？そしたら後輩ファニーボーン、ここの骨ファニーボーン、奇妙な骨さファニーボーン。ついに一度目は破れた、二度目は勝った、三度目の最終対決いくぞ。くらえ、なんファニーボーン。ジンタン TV、 今回の動画はこちらです。今回はイオンアリーナ。チャンネル登録よろしいでしょうか。いや、大丈夫ですよ、なんとかします。ありがとうございます、すいません、急いでいきます。 10時からですよね、10時までですよね。はい、ありがとうございます、すいません。チャンネル登録よろしいでしょうか。登録よろしいでしょうか。チャンネル登録よろしいでしょうか。チャンネル登録よろしいでしょうか。アリーナチャンピオンシップ2023。よろしいでしょうか。チャンネル登録よろしいでしょうか。チャンネル登録よろしいでしょうか。
アイドルは人気があります。こちらのホテルに泊まりました。ホテルシュランザ幕張ベイ、こちらが会場です。幕張メッセ、こちらのアイドルも人気です。それでは、チャンネル登録よろしく。チャンピオンシップミニオンアリーナ2023、エリア予選関東 B、 第一試合、ジンタ VS キャラ、負けた。第2試合、ジンタ VS サム Q、 負けた。第3試合、ジンタ VS ブラッドビー、第4試合、ジンタ VS シゲ32、負けた。順位は737人中611位。ユニアリフェスティバル2023 in 幕張メッセ、僕のヒーローアカデミー、第一試合、ジンタ VS 有望、勝った。第2試合、ジンタ VS 山田、負けた。第3試合、ジンタ VS ジュンジュ、勝った。第4試合、ジンタ VS モーリー、勝った。結果は36人中7位。 CSは惨敗でしたけど、ヒロアカの争奪戦で念願の赤カードをゲットすることができました。だから7位です。だから7位とかちょっと、まあ、マジダセーわ。ウインナーついてねえし、ほんでウインナーマジついてねえ、それもう捨てていいやろ、シュレッダーかけた方がいいよ。ほんで多分いらんと思う、そのカード。ほいで黙れマジで、ほいでけどおめでとう、うん、ありがとうございます、はい、自分のハンターハンターのタブルもかけるけど、そんな俺のウインナーついておからいいよ。ウインナーついてるのは知れた。何やかましいわ、やかましいわ。うっせえ、黙れ。頑張るって感じで、はい、今回使用したデッキは、この先揺れることが予想されております。テクおじさんの戦いは終わった。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。
チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。じゃんけんタイジントンジャンケン始めます。ジンジンジンタンタンタンジ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 ャンケンジャンケンジャンケンジャンケンほーいたー。チョキを出した人は超ラッキー。それ以外の人は何かしらあるよ。幻バイ。山の神を怒らせんな、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 山の神を怒らせんな。おじごこさんごめんなさい。なんだ爆発する。 A86 召喚。